まあかれこれね、私がモンキー125を購入してから2年経つんですよね。で、まあ私あのヤフーオークションでね、このモンキー125を購入したんですけれども、もともとこのモンキーはある程度その出品者様の方でのカスタムがね施されていたものが、まあ私の好みでもあったっていうことがあって、で、まあ、ありがたいことにね、落札することができたんですよね。で以来2年間、モンキー125を乗り続けてきまして、走ってよし、カスタムしてよし、所有してよしと、まあこの3つがですね、私の満足につながってるのかなと思います。で走ってよしというのは、あの、まあ、もちろん 125cc ですから走れる道路とかね、高速は乗れないですし、ある程度、まあ、そういう、ね、制限のある中でなんですけれども、街中走ったりね、ちょっと山の方行って峠走ったりしても、まあ、マニュアルミッション4速で、すごく楽しいですよ。そんなにねこうパワーを求めない方であれば、この非力なモンキー125でもですね、4速フルに使い切って楽しむことができるんじゃないかなと思いますね。普通にバイクとしてあのこのミッションをですね、ギアを使って変えながらあの走る楽しさっていうのは味わえると思います。でカスタムしてよし、まあこれはね多くのモンキー125の、オーナーさんがですね、独自にやっぱりカスタムされてらっしゃると思うんですけど、まあ私も見栄えをね自分好みに少ししたくて、まあちょこちょこっとしたパーツを買っては自分でね交換したりしてますけれども、見た目がですねやっぱりどん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 自分好みにこう変わっていくっていうのは、その過程もそうですし、取り付けた後のねこう鑑賞する楽しみっていうのもありますよね。まあそういった意味で、こう見てもね楽しめる、そういうバイクだと思いますね。で、所有してよし、これはですね、ランニングコストがねまあ比較的安く上がるっていうことと、もちろんね、所有するのに必要な、税金ですとか、まあ車検はないですけれども、まあ、そういった部分でだいぶお得じゃないかなと思いますね。で保険もですね、まあ普通自動車乗ってればその保険の中でですね、ファミリーバイク特約、うん、これに入ってしまえばいいので、ほんとね比較的安上がりなんじゃないかな、コストに関してはと思います。バイクそのものはやっぱりどうしても娯楽の乗り物じゃないですかね。車があればもちろん車だけでことが足りるでしょうし、もちろん通勤にねバイクを使わざるを得ないんだっていう方いらっしゃるとは思うんですけれども、どちらかっていうとバイクっていうのはまあ趣味の世界なのかなと思ってて、でその趣味の世界をどうせだったら楽しく続けたいと、でも楽しく続けるにはお金もそれなりにかかりますと、だったらやっぱりねコストをある程度抑えられる方が長く楽しめますし、あんまりなんだろうこう借金したりとかねローンを背負ったりとかしてまではね、趣味にですねお金は、まあ、僕の場合はですよかけられないかなと思ってますんで、はい、まあ、自分のお小遣い程度でその範囲内でね楽しんでいく分には、この 125cc のモンキー125、これはねとても楽しめますしおすすめします。はい、で、まあ、私はこの YouTube のね、チャンネルを通してこのモンキー125で走行したそのツーリングの風景ですとか、その時のねこうフィーリングですとか、あとはメンテナンスカスタムの作業内容とか、その辺をねこう上げてる感じですね。それらが、まあ、メインの動画の内容になってます。まあこのモンキー125を通じてですね、
YouTube を通してこうコメントをいただいたり、いいねをいただいたり、まあ同じようなねこう趣味があってもしくは好みがあってですね、共感できる方々とこうお知り合いになれるというのはとても楽しいですし、あとはやっぱりなんか嬉しいですよね。単にこう同じ車種に乗ってるっていうだけではなくてですね、同じようなその楽しみ方って言ったらいいんですかね、それらがねこう共感できるっていうのは嬉しく思いますね。はい、まあ、今回はちょっとこんな風にね、自分のチャンネルのですね紹介動画っぽく作ってみたんですけれども、なんか YouTube をね1年間やってきたら、なんだっけな、この YouTube とは別にこの自分のやってるチャンネルの分析アプリみたいなのがあるんですよね。でそれ見てると自分のその動画を見てくれている、年代層、まあ、年齢層って言ったらいいのかな、あとは男女比ですとか、どこの、市町村の方々が多く見てくれてるかとか、なんかそういうねデータが自動的に取れるらしいんですよ。面白いですけどね。で、それ見てて思ったのが、まあほぼほぼ男性の方が多い、これはまあ予想してた通りなんですけれども、私とほぼ同世代の方かな、やっぱり40代50代の方が、興味を持って見ていただいてるパーセントが一番大きいみたいです。はい、すごく嬉しく思います。本当にこう、ああやっぱり同世代だと同じようなことでこう共感できるんだなっていうのはね実感しました。はい、なのでもうぜひね今後ともよろしくお付き合いいただければと思います。私ですねこのマロッシュチャンネルなんですけれども、ノートの方でブログも書いたりしてます。YouTube で上げてる内容とちょっとこうね被ったりしている内容もあるんですけど、それらとは別にですね、自分のこうおすすめするモンキー125のカスタムパーツとか、あるいはノウハウなんかをねちょっとこう自分であくまでも知り得たノウハウだけですけれども、紹介するブログを書いたりとか、ツーリングに行った時のですね記録をこう見返したり、あるいは記憶をこう手繰り寄せてですね、ちょっとしたこう、まあ、エッセイというか詩小説みたいな感じで、文章を書いたりとかもしています。よかったらね、その辺もまた時間のある時に覗いていただけたら嬉しく思います。はい、まあ、今後もね、当分このモンキー125は乗り続けると思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ようやく自分のね自宅まであと10キロもないぐらいのところまで帰ってきましたので、今日はねこの辺で、動画は終わりにしたいと思います。まあチャンネルの紹介動画と言いつつ、いつもとあんまりなんか喋ってることっていうかクオリティは相変わらず変わってないですけども、すいません。はい、まあまあこんな感じですが、ぜひよろしくお付き合いください。はい、今日もどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。